さんおなじみの少年少女老若男女兄さん姉さんお父さん全学連から機動隊204万の人々を熱狂させた感動の明日の情の物語綴り合わせて何は武士父の名も知らず優しい母の顔を知らぬ夜をすねぐれて15年孤人暮らしが嫌になり求め探すは自由の天地どこにあるやらさすらいの明日の情はどこへ行くん師匠、このドヤ街にさえ行きゃ屋根の下で寝られると思ったのにやっぱりもんなしは止めてくれねえ人情知らねえやつばっかり揃ってやがるこれじゃ鬼にも劣るじゃねえかこんなことならさっき渡り合った鬼姫会に仁義を切って一宿一般の世話をしてもらうんだったへへへへへ、若えのだいぶお困りのようだないくら困ったからって鬼姫会の世話になろうなんて意気がねえぜあいつら町のダニ町のゴミ貧乏人を食い物にするゴキブリみてえなもんだもっと固めの親父かまた出てきやがったな昼間から俺の後ばっかりつけてきやがってんどうしようってんだこんな夜露の中に寝たらいくらパリッとしたコートを着てたって紺エイジにするぞ夜明けには下水も凍るこの頃だ無茶やっちゃいけねえ余計なお世話だこの矢吹城はな寒さぐらいに負けるもんかそれそれそのファイトが嬉しいぜだけどそんなことをしたらその立派な体にひびが入っちまう頼むから無茶しねえでくれしつこいな、うん、固めの酔っ払いのおせっかいの丹下断平だ城俺はな、今日の昼間初めておめえを見ていっぺんに惚れちまったんだ酔いどれ乞食の負け濁りかすんだこの片目パッと一時に会いたかと思ったほどのショックから汚れて腐った魂までも
洗ったように住んできた。世辞や愛想で言うのじゃない、お前自身は気がつく。マイガン、お前の体も根性も剣とやるため生まれたような立派な素質があるものと俺はこの目で見抜いたぞ。黄金も玉も血の中に埋まっているとおきゃ、ただあの石。よしやがれ親父。いやよさねえ、この丹下断平、今こそドヤ街の飲んだくれだが、一昔前はこれで日本タイトルに挑戦するところまで行ったんだ。目をやられてやむなく引退したがな、どうあっても一生に一度は俺の手でチャンピオンを作り上げてえと何度も何度も若いやつを育ててみた。そのたんびに失敗だ。俺の猛烈な練習についてくるやつがいねえ。いい加減なところで天狗になり、スター気取りで他のジムへ行っちめやがる。俺は腹が立てた、焼けっぱちになった。あげくの果てが叫びたり、ドヤ街にまで落ちて、この体たらくさ。だがジョーよ、その俺の体の中の火をバーッと燃え上がらせたのがおめえよ。うるせえ、いつまでごたくついてやがんだ。このケンキチの親父、ボクサー崩れがもう一度昔の夢を見たくて悪あがきしてるだけだ。俺はそんな男と付き合っちゃいられねえや。ジョー、おめえが何と言おうと俺はスポンのようにおめえに食いついてやるぞ。俺の望みを、俺の夢をおめえはきっと満たしてくれるんだ。待てよさん、夢だの希望だの言ってる間に妙なのが、ほれ、遊園地の周りを囲んでるぜ。うん、鬼姫会の野郎どもだ。昼間の仕返しに来やがったな。ジョ、ここは俺に任せろ。おめえは手出しをするんじゃねえぞ。冗談言うね。こんなチンピラ連が怖くてお天道様の下は歩かるかってんだ。いいふうみよ、20とちょっとだな。まとめて面倒見てやるぜ。おっさん、怪我するといけねえからどいてな。なんだとこいつ、大人をバカにしやがって。よせよせ、この際見栄は張ることはねえんだ。年寄りはおとなしく引っ込んでるもんだぜ。なんだと年寄りだ。バラバラっと近づくヤクザ風邸。おう、ジョーとかいうそこの坊や、昼間はえらく世話になったな。ちょいとお礼をさせてもらうぜ。そうだ、逃げ服、それすだれやパラ、逃げ。もっと腰を入れて、ジョー、ストレートだ。見たか、あのパンチ、あのバネの良さ、身のこなし、すげえ、素晴らしい、見事だ。こんな奴が現れるの、俺は何年も待っていたんだ。おう、ケンキチの親父、景気よくやるじゃねえか、あいつは。誰だ、おめえは。鬼姫会の幹部の篠田方だったもんだ。死んだかだった？チンドヤみてえな名前だな。それでなんだい？
あの譲渡が言うのをうちに預けねえか。ちょいとした顔にしてやるぜ。バカを言うな。譲はわしの夢を託す宝だ。チンピラヤクザの仲間になどしてたまるかい。そうかい、そう言うだろうと思っていたぜ。おみんな、いつまで子供の喧嘩をしてるんだ。鬼姫会の怖いところを見せてやれ。声とともに一斉に抜いた。あ、危ねえ、刃物はよせ、卑怯だな。ジョー、おめえもやめろ。いいか、俺に任せろ。そう怯えるなよ。おっさん、そんなに刃物が怖いなら後ろに引っ込んでなって。バカったれめえ、調子に乗るのもいい加減にしやがれ。ガツンと断平の拳がジョーの顎へ。不意をくらって矢吹ジョー、もんどり打って地べたに倒れた。その上に断平はガバッと覆いかぶさった。鬼姫会のあんさん方、さあ切るなとつくなとしてくれ。ただしだ、俺の目の黒いうちは情には指一本刺させるもんかい。殺すんならな、俺から先にやってもらおうかい。俺が見つけた宝物、なんでヤクザな谷どもに傷物などにさせようか。蹴られ殴られ撃たれても俺は守るぞ、死ぬまでは。片目を向いた断片のその形相のすごいこと、冷たい風にさらされて、親でもなけりゃ子でもない、赤の他人が夜露の上に折り重なって命がけ。縁は否なもの、味なもの。丹下断平の執念が矢吹城を拾った。断平は涙橋の下に小屋を建て、城にボクシングの手ほどきをした。日暮れになると土木工事の現場へ行って稼いでくる。見違えるほどの真面目さ。これでジョーが立派なボクサーになってくれたらめでたしめでたしだが、そうは問屋が下ろさない。断平の留守の間にドヤ街の砂利どもを集めて練り歩き、パチンコ屋だの夜店を荒らし回って警察沙汰を引き起こす。チンピラヤクザや悪徳商人を脅迫し、恐喝詐欺横領器物破損と手のつけられない天の弱。とうとう逮捕に向かった警官隊を相手に子供たちを引き連れて空きビルに立てこもった。表にはバリケードを築き、近寄る者には2階から石の粒手が雨あられ。矢吹城に次ぐ、矢吹城に次ぐ、お前たちは包囲されている。速やかに自首せよ、速やかに自首せよ。その時、作業用のヘルメットをかぶった男がダットのごとく建物めがけて走っていく。危ない、あの男を止めろ。バラバラっと降る石の中をバリケードを突破して2階の階段を駆け上がる。ジョー、出てこい。あ、断平のおっさんだ。おう、おっさんか。ジョーよ、俺が働いてる留守の間にてめえはこんなことしてやがったのか。今日こそは許さんぞ。こっち出てこい。おっさん、
どうしようってんだ。来るな、近寄るな。俺はおっさんにだって何をするか分からねえぜ。やってみろ。子供たちは隅へ寄れ。誰も止めるな。ジョー、俺は警察の犬になったんじゃねえ。おめえを自首させようと思って来たのでもねえぞ。へえ、そんなら何のためだ。俺たちと一緒に世間のあぶく野郎と戦おうってのか。バカ野郎、俺はおめえに裏切られたんだぞ。俺の夢を粉々に潰されたんだ。俺が怒らずにいられるかい。そうかい。俺が向こう気が強くてちょっとばかり腕が立つ、そいつを見込んでボクサーに仕立てて一儲けしようと企んだその夢がかい。立派なボクサーになることはおめえも俺も更生することだ。だから俺はな、おめえを更生させようと酒もやめ真面目に妊婦仕事をして、まず自分から更生しようとしたんだ。やめてくれ。何が更生だい。簡単に言えばおっさんは猿回しで俺は猿だ。猿回しが猿に芸を仕込んで金儲けをしようとしただけだよ。猿の首には鎖がついてら。へへ、猿回しには夢があっても猿には自由ってものがねえのさ。恨みたくなるな、こっちだぜ。この野郎、もう我慢ができねえ。断平はつつ足のさばきも軽く上に迫る。ガーンと右から一発、パッとかわした上がすかさずガザッと顎へ。ひとたまりもなく断平は今せっかく上がってきた階段を転がれ落ちた。へへへへへへへ、すげえのを食わせやがったな。動きもいいしパンチも一段と冴えてきやがった。やっぱり教えただけは上達したな。だがまだまだこんなことじゃプロには通用しねえな。さあ来い。また立ち上がる断平が、今日は日頃の練習よりちっとは手ごわいおっさんだ。俺の実力見てみろと、さすが往年タイトルに挑戦をした強打ぶり。一発二発と火を吹けば、たかが片目と侮った。情の体が宙を飛ぶ。来い。なんだそのざま。舌を浴びてカッとなり、踊りかかった若獅子の爪の合間をかいくぐり、それ右服だ。お次は左ストレート、右のアッパーワンツーと連打の攻撃雨あられ。顔面みるみる血だらけの死に物狂いで突き出した。右の拳も奥を打つ。ガツン。上はがっくり膝をつく。おじさん、ジョーの兄貴はどうなるの？どこに連れて行かれるんだい？警察の旦那の話じゃ、少年鑑別所とかいうとこだぜ。ジョー、おめえがどこへ行ったって、俺はきっと迎えに行くぜ。行っ
旦食らいついたら離らねえスポンみてえに俺はきっとおめえを日本一のボクサーにするまでは離さねえからな。よう元気でな。よう。から出ました錆上に、デカにパクられ送られてん。着いたところは鑑別所、地獄極楽別れ道。暗い御祖車に乗せられて、揺られ揺られて行く先は、泣く子も黙る地獄だに、とことくと生涯。